土木のラジオ。皆さん、土木好きですか？ピンとこないななんて思ってらっしゃいません？でもね、土木は思っているよりとても私たちの身近にあるものなのです。この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、中央区を中心に東京のインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、竹中土木、三井住友建設、リコード所の提供でお送りします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私ジュミと柿柄町の松でお送りします。はい、よろしくお願いします。さて、唐突ですがジュミさん、麺類は何がお好きですか？麺類はですね、やっぱり何といってもお蕎麦です。お蕎麦美味しいですよ ね、はい、ね。まあ、夏過ぎちゃったですけど、私流しそうめんが好きなんです。あの水遊びしながら食事する感じです。そう、ちなみに今日はきしめんの日です。そうなの、はい、初めて知りました。、はい、さあ、それでは早速今日のテーマをご紹介しましょう。今回のテーマは子どもが主人公、プレイフルインフラです。子どもっていうのをね、テーマにしたのは、多分ドボラジでは初めてでしたよね。初めてですよ。ジュミさん、子どもの頃外でどんな遊びしてましたか？いや、もちろん結構おてんばだったんですけども、特にですね、川なんかで行ったら、私は理科の教材を次の日にね、使う、川に取ってこいって言われて行きました。あ、そうなんですね、はい、私も田舎でね、川で石ころを積んで遊んだりとか、はい、かなり自然で遊んだ方でした。まあ、今日は子どもが遊ぶ水辺に関するお話です。はい、ではゲストの方をお迎えしてのトーク始めていきましょう。今回のテーマ、子どもが主人公、プレイフルインフラについてお話を伺うゲストの方は土井康芳さんです。土井さん、今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。では早速土井さんのプロフィールご紹介したいと思います。土井さんは東北大学大学院をご卒業、平成15年に建設技術研究所に入社されました。会社では環境部に配属され、主に河川や道路などの土木事業において動物や植物の生活を守る仕事に従事なさっています。途中2年間ほど河川財団の子どもの水辺サポートセンターに出向なさって、その時に子どもの環境教育という世界に興味を持たれたということです。さあ、土井さん、はい、早速なんですけどね、ラジオの思い出から伺っちゃいましょうか。はい、私最初にラジオにお世話になったのは、おそらく高校受験の頃だったかなと思います。 ありきたりかもしれませんけどね。いやいや、みんなそうですね、大体。はい、まあ、夜の孤独感、これを紛らわすためにお世話になってたなと思うんですけど、はい、ただ、まあ皆さんもそうかもしれませんけど、大体そのラジオに聞き入ってしまいまして、まあ、なので今にして思えば、まあ、勉強のためなんですけど、お世話になったのか、うん、あるいは邪魔だったのか、なんかそこはちょっと今にして思えば微妙な感じかなと思いますね。なるほどね、皆さん多分うんうんってうなずいてらっしゃいますよ。ラジオの向こうでね、はい、さあ、そして最近では、そうですね、はい、車の運転よくするんですけども、まあ、その時には大体ラジオつけてます。やはり、なるほど、はい、ね、嬉しいですね。ね、ぜひ土木のラジオを聞きながら運転すると、はい、そういった目でね、そうですね、いろんなものが見えてきます、うん、はい、はい、では本題に行きましょうか。そうしましょう。今日のテーマ、タイトルに子どもって入ってるんですけれど、うんうん、そのインフラについて子どもに着目したっていう背景を教えていただけますか？はい、これはちょっとまずリスナーの皆さんにも聞いてみたいなと思うんですけれども、ぜひ、その日本の子どもたちっていうのは、うん、世界の子どもたちと比べてその孤独感を感じているか、うん、あるいはいないでしょうか。うん、孤独ってあんまり考えたこともないけれど、いやでも案外その子どもたちって今ね、うん、特に今の子どもたちって友達とかよく見るのは、まあ、SNS とかもそうだし、例えば YouTube 見たりとかっていうことを考えると、孤独って感じてないかもしれないけど、大人の目から見たらかなり孤独度高いんじゃないですか。そうですね、なるほどね。
どうなんでしょう、うん、これがですね、実は私も衝撃的だったんですけれども、そのユニセフってありますよね、はい、でそこがOECD っていうこの加盟国にアンケート調査を行った結果がありまして、でその結果を見ますと孤独を感じている日本の子どもの割合っていうのは、世界の中でも突出して高いという結果が出ているそうなんですね。そうなんだ。でもその子どもたちが孤独って認識してるのかな、そこがちょっと私の中ではわからないけれども、でも一人でいる、誰か友達と交流することがあまりないっていうことが突出してるわけですね。そうですね。どうですかこれ、どういうことなんでしょうね、これ何が問題なんでしょう、日本だと。確かにまあそういうところあるかもしれませんけれども、だけど果たして本当にそういう状況に置かれてるかっていうと、そうでもないかなと思ってですね。なるほど。つまり、まあ、日本の子どもたちの心っていうものが育ってないんじゃないかなと、そういうところが、まあ、問題の本質なんじゃないかなと私は思ってます、なるほど、なるほどね。その育ってないということは私たちの世代、例えば私の世代だったらあったのかもしれないけど、特に急激に今の時代の子どもたちにそれが失われてるってことなんですか。ゲームとかそういったものの関係もあるんじゃないかと思うんですけれども、そういう傾向が今出てるんじゃないかという、そういう結果が出ております。でそういう中でじゃあ土井さんはどんなふうにするとその孤独にね立たされている、まあ、向き合っている子どもたちを救うこと、またはその何かの形で孤独を感じさせないようにすることができるというふうに思われたんですか。はい、それでいろいろ私も考えてみました、で調べていく中でですね、どうも子どもの心の成長っていうものには自然体験をしているかしていないか、これが大きく関係していそうだっていうことが分かってきました、なるほど。でまた特に都市部なんかですと、やっぱりマンションとかビルとかで自然体験をする場所自体がすごい減ってきていると、どうもこのことがですね原因ではないかということが見えてまいりました、なるほど。そうやって考えるとその土木の、現場で作業なさってらっしゃる方たちは自然相手ですから、まさにそことうまくつながれると子どもたちに本当に原体験としての自然体験をさせてあげることができるそうですよね。そうですね、はい、そこで子どもの心の成長につながる自然体験の場所を作れないか、特に都市部であれば身近な自然として河川空間がありますので、まあ、私道具の立場からすれば、ここに取り組むことによって子どものためにも貢献できるんじゃないかというふうに考えまして、で今回子どもをテーマとしたインフラ整備、というものに着目することにしました。なるほど。なるほど。そういう背景があって、子どもの水辺について、土井さん会社でこう研究をなされたと、そういうことなんですね、どんな研究をなさったのか、その辺具体的にお話しいただけますか。わかりました。で子どもの心の成長につながる水辺、そんな水辺のあり方、作り方のあり方を考えるものなんですけれども、子どもの心理を扱った研究っていうのは実はほとんど事例がなかったんですね。聞いたことないですね。確かに、土木からそういう子どもの心理に至るところってことですか。これ多分水辺に限らず、おそらく土木全般に言えることだと思います、でそのためですね、具体的には、どんな水辺環境で、どんな成長を子どもがしているのか、これを把握したかったんですけれども、一体子どもがその身につけている能力や資質、そういったもの何なのか、この子どもの内面の成長、これをいかに把握していくか、これがですね、私土木の人間としては非常に難しいところでした。いやだって普通にこうね教育関係の方でさえやっぱり子どもの心理っていうのを知るのは難しいと思うんですけど、まして土木の分野で今までずっと活躍なさってきた土井さんが子どものその気持ちをねどうやって捉えようかって、それはそれは大変な専門分野違いますから ね取り組みとしてはすごい画期的なチャレンジャーですね、そこでですね、土木だけでは
太刀打ちできないと思いまして、はい、発達心理学、うん、これをご専門としている先生ですとか、うん、あと子どもの遊び場に詳しい先生、うん、まあ、そういった先生方にもご参加いただいて、はい、子どもの水辺研究会というものを立ち上げまして、はい、でその中でみんなで議論しながら研究の方を進めていきました。はあ、なるほど。これ何年ぐらい研究したんですか？大体全部で8年ぐらい。そんなに長い間やってたんですね、はい、すごい。それぞれの専門ジャンルを超えてみんなでその子どもについて考えようということになったわけですね、はい、で結果としてどういう結論に至ったんでしょうか、うんうん、はい、先ほどの一番の悩みでありました、はい、子どもの内面を探るところ、はい、ここにつきましては発話分析という、これ発達心理学の手法なんですけれども、これを用いて、解明を試みていきました。へ、もう少し説明しますと、はい、どういうものかと言いますとね、うん、まあ、実際に川にまず行きます、はい、で川に行って川で遊んでいる子どもたちの、うん、会話をその場で記録してきます。なるほど、はい、でその記録した言葉の中から、例えば協調性ですとか、はい、想像力ですとか、うん、課題解決力ですとか、はい、まあ、そういった能力を示す言葉、これが含まれているかといったものを分析していく、そういう手法に なるんですね。すごい大変。なんて言いますか、川で入ってたツルツルする滑るとか、こっちは危ないよとか、足がなんかこう持ってかれそうとか、なんか いろんな言葉出てきそうですよね。いろいろあります。冷たい、気持ちいいっていうのもありますし。そうか、気持ちいいって言いますもんね。それも実は五感を養っている言葉の一つだというふうに分析しております。なるほど。あと魚がいたりとか、ザリガニがいたりとか、ね、捕まえたよとか、大きいねとか、そんな話だったりするんですかね、もっと捕まえたい、ちょっとこっち行ってみよう、あっちの方がいるんじゃないかとかですね、はい、これないからあっちに行ってみようとか、うん、それを録音してくるするんですか。それをですね、いえ、録音ですと話の文脈が後から聞いてもわからないことがありまして、はいはい、ですのでその場で手書きで記録していきます、すごい。じゃあ子ども同士の会話も全部そのまま、はい、記録します。記録して、ディクテーションみたいな感じでやっていくんだ。すごすぎる。でも怪しいおじさんがね、子どもの後ろでこうやってメモしてたら、なんか怖いおじさんがいるよってなっちゃうんじゃない。そこなんですよ。実はこの分析の一番難しい課題だったのは、その子どもたちも近づかないと聞こえないところありますから、はい、怪しまれずに子どもたちに近づいて、でずっとなんか一緒についていっていく、うわ感じでメモをすると面白い。それを客観的に見たかった ね後ろからね。だからでも格好はもうとにかくラフな、遊んでるような、はい、格好、若作りの格好をして、そういうことを心にかけていましたね。なるほど。いやちょっとこれは面白い。この後どんな風な展開になるのか楽しみなんですけども、でちょっとここでブレイクといきましょうか、はい、また後半詳しくお話を伺っていこうと思います。水が飲める、電気がつく、橋が架かっている、電車が走る、当たり前のようにある日常が土木の技術で支えられています。日本で最初の建設コンサルタントとして70数年、人を思い、社会を作る建設技術研究所です。おい、次郎、お前将来何になるんだ？え、言いたくないし。なんで？恥ずかしいし。いいから言ってみろよ。土木エンジニア。え、お前サッカー選手じゃなかったのか？この間連れてってもらったお父さんの現場がかっこよかったんだ。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか？土木学会はみんなの暮らしを支える技術者の集まりです。土木のラジオ、土ボラジ。今日のゲストは
土井康義さんをお迎えして、子どもが主人公、プレイフルインフラをテーマにお話を伺っていきます。引き続き土井さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そして柿柄町の松さんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半で子どもの水辺の面白い研究方法について伺ったんですけども、はい、でそれをもとに本を出版されたということですね。まあ、どんな本か紹介していただけますか。はい、この本タイトルはですね、水辺のプレイフルインフラという本になりまして、はい、2022年の6月1日に出版されました。なるほど。で、中身につきましては先ほどお話しした水辺作りの話ですけれども、はい、水辺だけではなく街づくりに視野を広げてですね、うん、その考え方を整理している、はい、そういうものになっております。なるほど。で、プレイフルインフラっていうちょっと聞き慣れない言葉なんですけど、これどういう意味で使ってらっしゃるんですか。はい、これはですね、まず子どもたちがワクワクドキドキしながら自ら学び成長していくという、これプレイフルラーニングっていう言葉があるんですけれども、その言葉とですねインフラ、これをミックスした造語ということで今回作りました。なるほど。はい、もう少し簡単に言いますと、まあ子どもを育むための社会基盤というような、まあはい、そういったふうに捉えていただければいいかな。そういうことなんですね。なるほどね。で、どんな方にこの本読んでいただきたいと思ってますか。うんうんうん、はい、水辺を含む町づくりですとか、はい、あとは子どもの教育に取り組んでいる教育機関の方々ですとか、はい、まあ、非常にいろんなジャンルの幅広い方々にぜひ読んでいただきたいなというふうに思っております。なるほど。一般の方も含めてあれですね。そうですね。一般ね、はい、そういうことですね。はい、じゃあこの本の中でですね、この最後にこう提案をいろいろ書かれているということで、うん、5つの提案というのがされてるんですけど、これ順に伺いたいと思うんですが、まず一つ目はどんな内容になってますか。はい、一つ目は未来の子どもたちのために川作りでは子どもの視点を取り入れて考えてあげましょうということを提案しております。はい、で、これ水辺の整備、これまではどうしても治水ですとか利水ですとか、そういったものが優先されてしまって、はい、子どもが遊べる環境作りっていうのは二の次だったかというふうに思います。それから配慮するにしてもですね、どうしてもその作る大人が大人の目線で作ってきているというのが現状だったかと思います。はい、で、それに対しまして、将来にわたって子どもたちが水辺ならではの体験を継続していけるように、まあ、長期的な視点に立ってですね、子ども目線での川作り、子どもが自ら動きながら川の恩恵と川の危険、この両方を感じていけるような、そんな川作りをしていただきたいというふうに思っております。なるほど。視点をね、子どもにこうの視点にしないといけないってことは、今までの技術論にさらに何か新しい観点が加わらないといけないのかもしれませんよね。そうですね。はい、はい、次2つ目はどんなご提案でしょうか。うん、はい、水辺空間の価値、これを評価するときにですね、はい、子どもの成長という観点も加えていただきたいと、はい、いうことを提案しております。はい、で、今回の研究では、はい、自然豊かな水辺、ここで子どもたち遊ぶことによって想像力ですとか、うん、課題解決力ですとか、まあ、いわゆる生きる力、こういったものを育む効果があるということが分かってまいりました。したがって今後水辺空間を保全したりですとか整備したりする際にはですね、ぜひこのような新しい子どもの成長の価値も考慮して進めていただきたいというふうに思います。なるほど。自然豊かな水辺というところの価値を、はい、が子どもにも関係あるよと。そうですね。だから今までだと確か多自然川作りとか、いろいろそういう語られてはいるけれども、そこに子どもの目線もちょっと入れてくれと、はい、そういうお話なんですかね。そうですね。なるほど。じゃあ次3つ目はどんな内容になってますか。はい、はい、3つ目は水辺作りの中において、先ほどお話しましたプレイフルインフラの考え方を取り入れていただくことを提案しております。はい、で、魅力ある水辺なんですけれども、ここやっぱり子どもたちに遊んでもらって、うん、それに初めてその水辺の効果っていうものが発揮されると思うんですね。はい、はい、で、そのため、まあ、本研究では
まあ、子どもたちに利用 してもらいやすい、そういった水辺、うん、あるいは町づくりの考え方というものを、うん、プレイフルインフラという形で取りまとめました、はい、なるほど。ぜひこの考え方を取り入れていただいて、はい、子どもたちであふれかえるような、うん、そんな水辺空間を作っていただきたいというふうに思います。なるほど、そういうことですね、うん。まあ、子どもたちってやっぱり本能的にね、ワクワクドキドキすることに向かうんですよね、うん、だからやっぱりそこのところが、この水辺は本当ワクワクドキドキするよって分かったらみんな呼んできますもんね。そうですね。あ、そういうところは多分失われてないと思 う、ね、うん。ここまでね、一つ目二つ目三つ目を簡単にまとめると、はい、一つ目は子どもの視点で見ましょう、うん、二つ目は自然豊かな水辺、うん、三つ目は遊べる水辺、うん、ということですよね、はい、例えばイメージとして、地方の方の小さい川があったとして、どういうふうな要素があるとね、その自然豊かで子どもが遊びやすい水辺っていうのが設計できると思いますか、例えばの話として、例えばですけど、うん、子どもが遊びやすくさらに成長しやすいもの観点で言いますと、うん、水際に植物が生えているっていうのは非常に大きなポイントだと思っているんです、うんうん、はい、あ、なるほど、はい、なんでかって言いますと、そういった環境にはエビとか、うん、小魚とか、うん、はい、まあ、トンボのヤゴとかそういったものがいて、はい、うん、子どもたちが生き物と触れ合える、そういう環境になると思うんです、うん、確かにそうですね、そういう環境があると、選ぶどこが取れそうかとか選んだりとか、うん、はい、そういったところでまた新たな課題解決力とかそういったものにもつながりますし、うん、確かにね、はい、水辺にそういう植物があると卵を産みつけたりするじゃないですか、生き物が、うんうん、はい、卵があるってことはそこの周りにその生活圏があってっていうのを考えると、想像したらずっと待ってたらきっと来るよねみたいなことになりますもんね、うんうん、そう、何がいるかっていうのをそこまでワクワクすると思うんですよね。そうですよね、確かに水辺に植物だ、うん、その時にね、うん、植物を植えるわけではないですよね。だから植物が生えやすいような水際の構造を作るということだから、間接的にそうね、考えないといけないんで、確かに植物だから植えましょうっていうのは花壇の発想だから、ね、そうではなくて、うん、どうやったら自然の中で植物が成長するのか、ね、うん、育つのか、うん、コンクリートを分かりやすく言うと、うん、コンクリートで固めたり、うん、そのアスファルトで丸石を重ねてしまったりとか、うん、そうすると土がないと植物入ってこれませんよね。そうですよね、ですので、やはりその浮き石だとか、うん、土だとか、はい、そういったもので河岸を整備してやる、うん、まあ、これまでも考えている発想だとは思いますけれども、はい、それが実は子どもにとっても遊べる環境創出につながるということが、まあ今回改めてお示しできたのかなというふうに思います。なるほど。じゃあそういう技術論がさらにこれから具体的になっていくと普及していくかもしれませんよね。そうですね、はい、では提案の4つ目教えてください、うん、はいはい、4つ目は子どもたちの水辺遊びを支えてくれるような、うん、そういう地域の力を育てること、これを提案してます。はい、地域ぐるみでね、はい、はい、やっぱり子どもたちが水辺でのびのびと遊ぶためには、うん、まあ、先ほどまでのハード整備、うん、まあ、そういったものだけではなくって、はい、やっぱり地域の住民の方とか NPO の皆さんとか、うん、大人のサポートが欠かせないと思うんですね、はい、で遊びを教えたりとか、あとは最近怖いのが水難事故ですので、うん、そういう、ね、事故のないように安全を 見守ってくれるような、はい、うん、そういう、地域の力というものも合わせて育てていただきたいというふうに思っております。うん、なるほど。そうするとこれはエンジニア、設計するエンジニアだけができることではなくて、まさに地域の人たちが自ら考えてやってくださいよと、まあ、こういうご提案ですね。そうですね、はい、素晴らしいですね。じゃあ5つ目はいかがですか。はいはい、最後5つ目になりますけれども、はい、ちょっと大きな話になりますけれども、子どもの遊びを今後守っていくためにですね、うん、はい、子どもの遊び基本法という法律を制定するということ、はい、素晴らしい、大きく出ましたね。またそれを具体化するために、子どもの遊び環境マスタープランというものを作成することを提案しています。へー、
しょう。そういうことがこう今まで本当に何当たり前のようにあった自然が今本当に都心では特になくなってきてますよね、うん、そういうことに対して改めて子どもがいるべき、ね、育つべき環境っていうのをみんなで育てようと守ろうというようなことでのマスタープランを作ろうということなんですね。具体的に動いていくための必要なことを、はい、そういうことですね、計画していただきたいというふうに思います、だから例えば議員の皆さんとか、うん、あと行政の皆さんとかが、それぞれの地域で活動してほしいし、あと法律ということになれば、はい、まあ、国でお話をしていただくということになるだろうし、はい、かなり大きな提案ですよね。法律はそうです ねでもそういうのを作っていかないとどうしてももういつか忘れられてしまったりとか、ね、なってしまいますので、やっぱり子どもっていうのは国の宝だから、みんなで守り育てていくべきと思うので、まさにそういったものが形としてね出来上がっていくといいですよね。そう思います。そうですね、今行政もね子どもに関わる行政がねちょっと動き始めていますからね、はい、そこを期待したいと思います。はい、さあそれでは最後になりますけれども、土井さん、あなたにとって土木とは教えていただきましょう。はい、よく基礎が大事と言われますけれども、土木っていうのは人間社会のまさに基礎だというふうに思っております、はい、そういう意味で土木っていうのは欠かせない仕事だと思います、うん、一見地味にも見えるんですけども、でも今回お話ししましたように子どもの成長ですとかワクワクドキドキさせてくれる一面もございます、まあ、ですので可能性の尽きない魅力的な仕事でもあると私は思っております。これからも土木と一緒に成長していきたいなというふうに思っております。ありがとうございました、土井さん。やっぱり土木って面白いですね。それでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います。いきますよ、ドボラジ終了よし、ドボラジ終了よし。さて、水辺のプレイフルインフラ、子どもが遊べる水辺ですね。ここ中央区でプレイフルインフラ、まあ、水辺がねいっぱいあるんだけ だけど意外と近づけないじゃないですか。そうです ね隅田川とかね、日本橋川、亀島川、だから今ある水辺を改良するっていうのはひょっとしたら難しいかもしれないですよね、うんうん、そうかもしれないですね。だとすると、うん、例えば公園にせせらぎを作る、まあこれは各地でやってますけれども、はい、それを作るときに、うん、子どもが遊べるような水辺空間で、あと綺麗な水、はい、そういったものをうまく自然風に設計できたりすれば、こういう都会のど真ん中でもプレイフルインフラができるかもしれないという意味では、まあ、公園各地にありますから、はい、いろいろ工夫の余地はあるかと思いますね。そうですね、ちょっと視点を変えてのね、はい、新しい環境というのをちょっと考えてみたいなと思いますね、はい、さあそれでは次回をご紹介しましょう。次回は緒方秀樹さんをゲストにお迎えして、土木偉人シリーズ戦国武将と災害をテーマにお話を伺おうと思います。番組へのご意見ご感想は voice@fm840.jp までお寄せください。また番組ホームページや YouTube に収録時の様子をアップしています。こちらもチェックしてみてくださいね。土木のラジオ、ドボラジ、この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、竹中土木、三井住友建設、リコート書の提供でお送りしました。それでは来週も土木のラジオ、ドボラジでお会いしましょう。